続きまして今シーズン限りでベガルタ仙台の監督を勇退いたします、手倉森誠監督よりサポーターの皆様へご挨拶を申し上げます。その前にここで手倉森監督からご挨拶をいただく前にこちらの VTR をぜひご覧ください。監督、びっくりさせて大変申し訳ありません。サプライズでした。
それではここで改めて手倉森誠監督より皆様にご挨拶をいただきます。監督お願いします。VTR 見て涙が出てきました。考えてた言葉も忘れるぐらい今感極まってます。まずは去年に引き続きホーム最終戦を飾れずにすいませんでした。去年の悔しさを胸に今シーズンは優勝を目標に掲げ戦ってきましたが、厳しい悔しいシーズンとなってしまいました。期待してくれた皆さんに答えることができず本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただ選手たちは希望の光としての使命を果たすべく一戦一戦力を注いでくれたと思います。今シーズンの成績、私は決してベガルタ仙台の低迷ではないと思っています。2011年震災が起きた年、クラブ史上の4位、そして復興元年の昨年準優勝、チームは躍進をしてまいりましたが、今シーズンさらなる躍進をできなかったのには強力なバネが足りなかったなと、それに気づかされたシーズンでした。今シーズン ACL を交えた戦いの中で厳しさ、悔しさ、この味わった経験は決して来年につながるものであるし、この厳しい状況の中でもベガルタ仙台は大崩れせずに J1 で十分戦っていける土台を築けた、それを証明できた1年になったんではないでしょうか。私が掲げた今シーズンのスローガン、ビジョン、強豪クラブになるんだと、それはこれからです。私は、今期限りでベガルタを退団することになりましたが、ベガルタ仙台に就任してから常々言ってきた、ベガルタ仙台は東北のシンボルになるんだと、これはこれからこのクラブに残るクラブの皆さん、選手と、そしてここにいる皆さんに託さなければいけません。クラブは東部のシンボルになるための覚悟を持って、より一層の情熱を地域に注いでほしいし、地域もまたその情熱を汲んで、ぜひベガルタ仙台を支えていってほしいなと思います。
私は来年からオリンピックに向けての日本を背負って戦う仕事に就きます。東北の皆さんの意を組んで、東北のために、日本のために、一生懸命仕事をしていきたいと思います。その前に、メダルの前にカップを掲げろと、サポーターが掲げてたあの横断幕、重々承知です。12月22日の FC 東京戦、今回苦しんだこのリーグ戦と今日の敗戦の悔しさを思いっきりぶつけて、準決勝の国立、決勝の国立、2014年のスタートがベガルタ仙台国立から始められるように、皆さんで最後戦っていきましょう。最後もう一頑張り、天皇杯取りましょう。ありがとうございました。手倉森誠監督、ありがとうございました。そして監督、選手たちをどうぞご覧ください。そしてサポーター自由席を